こんにちは。久しぶりの、動画になるかもしれないです。皆様、いかがお過ごしだったでしょうか。この動画を撮ってる時は、多分年末か、もしくは年始、もしくは年末よりかはちょっと早いタイミングで出してるかもしれないです。多分、まあ、いつもながら毎年ながら年末年始は忙しいんですけどね。では、今年もこちらの動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今私の声はちょっと小さいでしょうか。昨年の動画と比べて響いている声で撮っていられればいいんですけれども、まあ、意識して変えていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、昨年そうですね、昨年は年末年始の挨拶動画を撮らせていただいたときに、まあ、動画数が少なくなるかもしれないですというふうにお伝えしたと思うんですけれども、まあ数を数えていただくと、まあ、2年前よりかはちょっと少ない感じになっているかと思います。まあ、でもその中でもいろいろ自分自身が撮りたかったもの、まあ、テーマとして掲げたかったものは撮れたんじゃないかなというふうに思います。そうですね、旅行に行ったり、まあ、その旅行で見つけた発見したものとか、あと新しいサービスとか、そうですね、サービスでしたら、まあ、今年はポケモン GO が流行ったりとか、あとは iPhone7 が出たりとか、大阪は特には変わりはないかと思うんですけども、あ、そうですね、大阪の、観光としての括りで見ると、USJ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン近くのところが近々ちょっと変わるかもというふうに言ってるんです。まあ、それは2020年 の、 そのオリンピックに向けて の、 その、まあ、独自の方の有志のための、まあ、そういう街づくりっていうのが変わってるみたいです。ぜひよければ、まあ、今年はおそらく大阪の動画はあんまり撮ってなかった、あんまりっていうか多分全然撮ってなかったと思うので、まあ、今後はちょっともしその動画撮れれば、まあ、お撮りしてみたいなって思います。そうですね、今まで動画まあ見上げたのは、まあ、昨年は神戸や、まあ、京都を上げてるかと思うんですけども、まあ、いろんな動画を撮ってきました。まあ、ちょっと今回はその近畿圏にちょっと寄った感じで、で、まあ、よりリアルタイムにお届けできたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、もし行ってみたい、出かけてみたいっていう場所とか、もしその動画で見つけられることができれば、すごく動画を作っていてよかったなと思います。今年あげましたけども、昔の動画も上げてるかと思うので、まあ、ぜひよければその中からまたお選びいただいたらと思います。そうですね、今後の動きについて今度はお話ししていきたいなと思います。まあ、今まで動画で上げたのはハンドメイド、まあ、DIY 動画とか、まあ、編み物 の、 その、まあ、作家さんの作品
見ながら作った作品のコラボ動画とかあげたり、あとはまあ、今年初の取り組みとして、友人と一緒に、ゲームをちょっと作ってみたりとかしたり、あとはまあ、ネタの動画として、コスメ品、ネイル動画をあげたり、掃除動画をちょっと上げてみたり、あとは、スタディ動画としてちょっと短い動画なんですけども、募金の動画とか、こちらにちょっと上げさせていただきたいと思うんですけども、動画とか、あとはその節約の動画とか、でも節約動画はちょいちょい私の動画ではちょっと第3位ぐらい人気の動画なので、ぜひよければ過去の動画もありますので、ぜひ見ていただければなと思います。あとはその今までプレゼント企画とかもおそらくクリスマスぐらいの時ぐらいにやってたと思うんですけども、それは2年前ですね。2年前にそのハンドメイドハウスの企画とかしたり、あとは今年はそのサンキャッチャーのプレゼント企画とかもしてみたんですけども、予定の数とかにちょっと集まらなかったっていうのもありますし、自分自身の予算とかもありますので、今後はちょっとそれは出さないでおこうかなと思います。他の、すでにいろんな動画の方のその記憶とかあると思うので、来年は2017年はちょっと他の動画さんサイトさんです、ね、動画の方のちょっと遊びに行きたいなと思っています。で、あと今年はその、好きなアーティストに関するその復刻企画っていうか、ファンの方のちょっとそのつながりで、ちょっとしたご縁がありまして、でそのプロモーションビデオの復刻のため その署名の活動とかもさせていただきました。本当にたくさんの方から、日本の方はもとより、その諸外国の方からも、そうですね、スロバキア、バルト三国あたりらへんの、世界地理がちょっとちゃんと把握してないんですけども苦手だったので、ただそのヨーロッパ系の方から そのご訪問とかも実際あったりです。あとはそうですね、アメリカの方、メッセージとかはいただいたことはないんですけども、おそらくそのアメリカの方からのその視聴される方も多かったっていう統計数で出ています。あとはそのアジア圏ですね、特に香港とかですかね、香港とか東南アジア、そうですね、タイもしくはミャンマーのあたりらへんの、その中国圏の方からも、たくさんご覧いただいていらっしゃいました。本当にありがとうございます。今後もちょっとしたあれでちょっと協力させていただくことがあるかもしれないですけども、またその時はよろしくお願いいたします。で、こういうふうにいろいろ去年でやったんですけども、今後としてはそうですね、今年よりかは、これまで上げた動画数よりかもっとさらにちょっと少なくなるかもしれないです。やっぱりこれは自分自身の欲が出てきてるかなって思うんですけども、ただ全く上げないっていうこともちょっとあれかな、撮ることも結構楽しかったりするので、よりその自分の楽しいっていうことにフォーカスした取り組みを続けていきたいと思います。考えているのは
クッキング動画、まあ、過去に上げたと思うんですけども、豆乳、あ、なんかお菓子作りの多分動画とか撮ってたんじゃないかなと思います。まあ今年はちょっとそれが、ま、あの上げてなかったので、まあ、そういったあのクッキング動画をちょっと考えていこうかなと思っています。であとガーデニング動画です。まあ、今年2016年は大変残念ながら全くの不作でした。本当に自分自身でもびっくりするぐらいちゃんとした絵が撮れなかったので、それだけはちょっと大変残念だったんですけども、ちょっと多分自分自身の勉強不足があると思います。もともと農業の人間ではないので、まあ私はちょっと知識がないので動画は出なかったわけなんですけども、まあ、ちょっといろいろ勉強してちょっとガーデニングとかの特化した動画とか撮っていきたいなと思います。はい、まあ、今年1年、まあ、そして、まあ、もしかしたら2017年に見てくださる方もいらっしゃる方もいます。それでは皆様良いお年を、もしくはハッピーニューイヤー、本当にありがとうございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。 Thank you for your watching searching my video. シェイシェイ、ダンケシェン。